お隣韓国産の水道水がまたとんでもないことになっているようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。韓国で2018年冬季五輪が開かれていた平昌、11日その近くのチュンチョン市内の家庭などの水道水の蛇口から青い水が出ているなどといった指摘が相次いだ。韓国メディアが伝えたところによると、9日午前、取水場のバルブの連結部分が破損したことから、市はポンプの稼働を停止し緊急工事を実施。復旧後、水が濁る現象が発生したという。ネット上には水道の蛇口から青や茶色の液体が出る様子を撮影した写真が投稿された。市は復旧作業にあたる一方、町に給水車を出したほか、住民にミネラルウォーターを供給するなどの対応を取った。韓国では1年前にも水道水から幼虫が発見される問題が相次いで発生し、騒動となった。発端は昨年7月、ソウル近郊のインチョン市に水道水に幼虫がいるのが見えるといった苦情が寄せられたこと。その後、市内で同様の指摘が相次ぎ、やがて近郊のキョンギドや東南部の釜山市など全国各地に広がった。韓国の環境省が調査したところ、インチョン市で見つかった幼虫はユスリカの一種であることが分かり、浄水場の不純物を取り除く活性炭の価値で幼虫が増殖した可能性が指摘された。キョンギドでは騒動後に行われた調査で町内の幼虫やミミズなどが発見され、これらはマンションの貯水槽や排水口などから入り込んだとみられている。騒動後、韓国の大手スーパーではシャワーフィルターやミネラルウォーターの売り上げが急増したという。韓国の水道局は水道水を飲んでも問題ないとしているが、国民は信用しておらず、水道水を直接飲むことは一般的にない。どの家庭でも沸かして飲むか、浄水器を設置するか、ミネラルウォーターを購入している。また飲食店ではウォーターサーバーを設置し、浄水器を通した水を提供している。自国の水道水に不信感を抱く一方で、日本政府が今年4月、東京電力福島第一原発の処理水を海洋放出する方針を決定したことには猛反発している。処理水には現在の技術では取り除くことが難しい放射性物質トリチウムを含んでいるものの、日本政府と東電はトリチウム濃度が国際基準値を下回るまで希釈して放出する方針を明らかにしている。しかし韓国は処理水を汚染水と表現し、韓国国民の不安を煽っている。日韓関係の政治カードにする目的との見方もある。韓国の国会は先月29日海洋放出決定を非難する決議案を採択。我が国民の健康に危害を及ぼしかねない日本政府のいかなる措置も絶対に容認しないとして、決定を直ちに撤回するよう求めている。年内には国際原子力機関 IAEA の調査団が来日し、放出プロセスの安全性や水質への影響などを評価する。日本としては処分の安全性について IAEA から国内外に情報発信してもらうことで、日本の取り組みの透明性と信頼性を高められるものと考えているが、この派遣には韓国政府の要請により韓国の専門家も参加することが決まっている。現代科学で人体に影響がないレベルである日本の処理水放出計画、海洋に関する国際協力の計画も整えている。韓国のウォルソン原発が2016年に何の事前知らせもなく海に放出した放射性物質トリチウム23兆ベクレルとも対比される。ムン・ジェイン政権は韓国国民が蛇口から出る水道水を何の不安もなく直接飲めるようにする政策に注力することが先決課題であろう。自国の水道水管理やここ数年のトリチウム放出量の公開と、それに基づいた国際協力に徹底してほしい。この基本ができていないのに、支持率アップの政治目的で韓国国民を扇動し、無理な反日を叫ばせ、日韓関係を奈落の底に落とすことは反党の自慢儒教の教えにも反する。それでは韓国さんの反応です。
東南アジアやアフリカ諸国のようなレベルだ。国が進化するのではなく、どんどん退化していく。これが軽政府と軽地方自治だ。3日間も水道水が正常に出てこないなんて、どれほど不便でしょうか。去年、一昨年にも、インチョンで同じことがありましたが、今度は、関温度の水道水で同じ困難が。一刻も早く正常化されて、住民の不便が解消されたら幸いです。そのまま現在の国の姿を反映している。まともにうまくやっているものなど、ほとんどなく、人間には欠かせない水道インフラすらまともじゃないのが、現在の韓国の現実だ。蛇口をひねったら、パワーエイドとコーラが出てくるなんて、通常では考えられないぐらいの贅沢ですよ。先進国としての威厳を感じますね。国民はムン・ジェイン大統領様に感謝すべきでしょう。国民は本当に目を覚ました方がいいよ。結局、ものすごく増税されたというのに、基本的なインフラのチェックすらもされていない。先導と政治宣伝だけが一流の政治家たちに権力を握らせているから、ここ数年間でこのような情けないことばかりが起こる。この暑さで水が使えないなんて地獄だ。かわいそうに。チュンチョンも、インチョン、キョンサンド、チュンチョンド、プサン、チョルラドのように外国として扱った方がいい。あそこは韓国ではない。ここら辺ってチャイナタウンを建設している付近だよね。関温チャイナタウンに供給するために水道水をパワーエイドやコーラにして試運転してるんじゃないの？進駐を続けていたら発生する事故のレベルも中国レベルになって、対応の遅さも中国レベルになってしまった。ソウルのマンションの価格が異常に高いのは理由があったんですね。国内でまともに安定した生活が保障されるのはソウルぐらいだからでしょう。ということで、韓国さんではこの騒動で3日間にわたり水に支障をきたしていたようですが、韓国さんもそろそろ韓国さんなんだからこんなこと気にしないようにすればいいのにと思っちゃいました。実際気づいてないだけで、外食をすれば残飯を食べて、スーパーで買ったキムチは中国産の裸キムチで、水道水にはミミズや幼虫の成分、世界一の海洋汚染が進む海で採れた海産物を食べているという状況なのに、今さら何を驚くことがあるんでしょうね。そもそも韓国さんはずっとそんな食生活を送りながら特別健康を害したこともないんじゃないでしょうか。まあ新生児の10人に1人が先天性異常児という状況はあるようですが、汚いものを食べることに関してはかなり免疫がありそうですよね。それにしても事故のレベルや対応の遅さが中国レベルになってしまったとか言っていますが、韓国さんは今も昔も中国と同レベルなんじゃないんですか。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。